はい、じゃあただいまから知事の記者会見を始めます。知事、よろしくお願いします。皆さん、おはようございます。今日私の方から何件か、発表させていただきます。まず佐賀2020 SSP カップについて総合優勝を発表させていただきたいと思います。はい、まあ、その心は何ですか。まあ、ご案内の通り、あの皆さん方、報道機関の皆さん方のご協力も得て、高校生のために、非常にあの素晴らしい大会が、まあ、なんとかできたのかなということで、関係の皆さん方に心から感謝を申し上げたいと思うんですけれども、まあ、さまざまなドラマが生まれたと。で、今年は特にあの高体連、高野連も垣根を越えて、みんなで高校生全部で盛り上げようということができたので、まあ、来年以降、通常の形に戻るわけですが、せっかくやったこの SSP カップのレガシーをなんとか残せないかなと、今年は特にあのメダルをあのとかのカップとか、さまざまな盛り上げ方向を考えたので、まあ、これからは佐賀県としても、なんかいい方法で来年以降盛り上げていく方法を考えたいということで、検討して、おりましたが、まあ、その一つとして、学校単位で我々として、ポイント化して総合優勝を決定して県が表彰するというやり方というのはできるんではないか。来年、高大連と高野連がまたそれぞれの大会に戻っても、まあ、我々の方としてスポーツをこう支えるという意味でできるんではないのかなというふうに考えた次第であります。ということで、今年の SSP カップについて、はい、考えた場合に、まあ、どういうやり方があるのかというのはずっと我々で教育長とさまざまな意見交換をしながら、そしてどういうやり方の方が盛り上がるのかなって考えました。まあ、勝手に我々が考えたというかですね、少しでも盛り上がる形で、場合によってはこうなんか準優勝と優勝が入れ替わったりとか、小さい学校だって頑張った時に大きなポイントが入るようにとか、できるだけちょっとした頑張りがその学校のモチベーションになるような形で、すごい工夫しながら点数化を図ってまいりました。まあ、連覇、成長、逆転、それから全国進出をするとその競技自体のポイントが上がったりとか、裾野が拡大したところ、要は部員数が多いところについてはやっぱりそれだけの点数を加算しようとか、あと頑張り加算ポイント、これは小規模校がポイント獲得した場合は割り増しをするとか、まあ、そういうような工夫をして、まあ、これはまた今後意見をいただいたらいいと思いますが、はい、勝手に今年の SSP カップについての学校対抗戦について、この場をお借りして発表させていただきたいと思います。ドン、6位龍谷高校、ドン、5位佐賀工業高校、ドン、4位佐賀清和高校。さあ、いよいよベストシーン発表です。これ会見の場を使っているのは何とも言えないですが、はい、3位佐賀北高校、2位慶徳高校。流行る第1回の優勝は佐賀商業高校ということでありまして、まあそうですね、佐賀商業は男女まんべんなく、まあ、特にサッカーの劇的な優勝があれで70ポイント入ってますので、まあ慶徳は野球で、もう延長戦の準優勝がありましたけれども、あのあたりがちょっとした妙で、まあ、場合によっては入れ替わってる可能性もあったのかなと思います。そして、男子総合優勝に参りたいと思います。はい、佐賀工業高校ということで、まあ、佐賀工業の場合は非常に男子の方に変調が見られるというかいうところで、まあ、男子が非常に強かったということ、逆に女子の総合優勝は、はい、佐賀清和ということで、この逆の現象というか、清和さんの方は、まあ、女子で非常に大きなポイントを重ねたということがありまして、まあ皆さん方の、また意見も聞きながらですが、来年はこうリアルタイムでこれのポイントがこう皆さんにこう お示しできて、高校生のモチベーションにこう上がってくれたらって思ったりもしますし、まあ、場合によっては来年は駅伝なんかも入れたりとかですね、どこからどこまでをこうターゲットにするかっていったところも含めて検討させていただきたいと思います。9月になりましたら各学校へ訪問して、勝手に表彰させていただきたいと思っておりますけれども、さまざまな機会に皆さん方のご意見を踏まえながらこのスポーツを盛り上げていくということについて、チャレンジしていきたいと思います。高校生の皆さん、多くの感動をありがとうございました。はい。
じゃあ続きまして、スポーツの力を生かした人づくりに取り組むということですが、はい、サガスカウトの参加者を募集しています。まあ、我々このスポーツを盛り上げようということで、国スポ全勝スポに向かって今いるわけですけれども、まあ、多くのスポーツがあることに気づかされます。最近で言えばフェンシングなんかは非常に日本のフェンシング協会もですね、太田会長をはじめすごくさらに気持ちを入れてもらったりしているので、考えてみたらどういうスポーツが自分に向いているのかな、ついついこう自分の親がやっていたからということで、行ったりとか、やはりメジャーな野球サッカーにどうしても行ってしまうということもあるんだけれども、実はこの小学生中学生にこの8つの簡単なテストをしてもらって、AI で分析して、どんな評価なんだろうか、どんな風なところに力を入れたらいいのかな、そしてどんなスポーツが向いているのかなというようなことについて今開催をしようと思って、募集をこうしたらですね、やっぱ今年はですね、やっぱコロナでいろんなイベントが消えているせいなのか、なんか一瞬で埋まってしまう状況になっています。なのでこれもうちょっとこう回数を増やすかなんかして参加できる人はできるだけ参加できるようにね、ちょっと担当課はいいかね、してあげたらいいかなと。いきなりここで発表して満員御礼ってそれはないだろうって感じなので、できる限りこうやってあげたいなということ、あ、こう書いてあります、追加募集準備中ということなんで期待したいと思っております。で、判定結果のイメージをお見せしたいと思います。はい、まあこんな感じです。ですので、まあ、立ち幅跳びとかいろいろこう、あとはボール投げとかいろんなことをやって、体格パワー、そして臨床的要素、いろんな要素を分析して、そして、ね、年齢身長それから体重など分析して、向いているスポーツを提案する、向いているスポーツ群、ラグビービーチバレー、なんかラグビーとビーチバレーってなんかピンとこないんでこれ、だけどまあいい、ラグビービーチバレー柔道、例えばこんな感じで、自分に向いているスポーツ群が出たり、で自分がやりたいスポーツであればこういうふうに頑張ろうねとか、まあ、そういうような形で、これサガスカウトというこの我々のシステムを使って新たな自分を見つけるっていう機会にしていただいたらいいのかなと思いますので、佐賀の小学生中学生ふるって参加してください。なんとかまだ新たな準備をしてできるだけ多くの人が参加できるように頑張っていきたいと思います。はい、続きまして、漁協の山計画を進めたいと思います。森川街道プロジェクトの一つであります。はい、まあ、森川街道プロジェクトについてはもうご案内の通りで、佐賀県は森と川と海を人の力によってつなげていくというその自然をしっかりと大切にしようというプロジェクトなんですけれども、でお互いに山に暮らす人たち、海川で営む人たち、まあ、そういう人たちがお互いが行き来して、お互いの交流を通して、活動に輪を広げていこうという取り組みなんですが、まあ、こういう海を清掃したりとかですね、山に植林したり、まあ、こういうようなプロジェクト、活動者数も年々増えてまいりまして、まあ、特に川の活動が多いというのは、まあ、佐賀県はクリックが多かったりするので、まあ、そういう活動というのがもともと多かったというところもあるかもしれない。まあ、いずれこれがどんどん森と海も含めて増やしていきたいなと思っています。はい、そしてこれまでチーム森川街道ということで共感企業が60団体、そして森川街道プロダクトという製品ですね、製品を登録して PR するということに関して西高の塀だったりとか原木椎茸だったりさまざまな製品というものがこのモニターガイドプロダクトということに登録されているということで、さらにこれを盛り上げていきたいと思いますが、はい、今回は漁協の皆さんが山作りに取り組んでいただけるということで、まあ、非常に、まあ、我々としてはありがたいと思っています。まあ、海苔の皆さん方、山から栄養分が川を通して流れてくるからこそ美味しい海苔が取れるんだというのはもう本当にいつも口癖のように言っていただいているので、今回はその海の栄養の源である山を大切にしていこうということに共感をいただきました。有明海漁協と佐賀県で、山作り協定を締結して漁協の山というものを作っていこうと思っています。北山の山の中でありまして、
今後漁協の山協定調印式を行って、令和3年から植林で令和4年から15年度まで、下刈りということで山の手入れをしていきたいというふうに思っています。はい、まあ、この辺りですね。ですので、まあ、できればこれからいろんな子どもたちがこの漁協の山に行って、そこでそうですね、間伐材の椅子とか木工作りをやるとか植林をするとか、まあ、そういうような漁協のコーナーを作るということで、ここにあるような山帽子や山モームなどさまざまな花や果実が楽しめるような植林をこの地域にしていく、で子どもたちにさまざまな体験をしていただくということをやりたいと思っています。ちなみに今これ漁協さんとこうやって話がまとまりましたけれども、他の企業さんも歓迎ですので、ぜひこうやって同じようにまだ盛り上げいっぱいありますから、そういう連携がしてもいいという企業があったら、ぜひ名乗り出ていただきたいと思っています。はい、豊かな森川海を人が未来へつなぐという森川海人プロジェクトをこれからますます前へ進めていきたいと思っています。はい、さあ続きまして、ロマンシングサガ2020です。第4弾の発表を今日はさせていただきたいと思います。はい、まずこれまでの展開についておさらいをしたいと思いますが、ゴールデンウィークの間に、ゲームイベント佐賀県フィールドが登場したという話はさせていただいて、1億5000万ものこう収容されたということをお話をさせていただきました。その他第2弾として、6月にはツボ侍とツボニャンがゲーム内に登場するということがありました。そして第3弾として、7月から8月にかけまして佐賀支え合いコラボ開始ということで、ワラスボさんだとかこういったものというものが県産品を使っていただいた野間佐賀ミュージック総選挙というものに活用されたりもしました。さあ、じゃあ今日は第4弾の発表ということで、あります。第4弾は、これは何でしょう。ついに野間佐賀が佐賀のインフラになります。ロマンシング佐賀2020にあたりまして、株式会社スクエアエニックスの佐賀チームの皆さんよりロマンシング佐賀マンホール寄贈の提案がありまして、温かくお受けいたしました。これ全部で7枚、7種類ありますけれども、今回は第この1枚ですね、1枚だけ先行して公開させていただきたいと思います。この残りの6枚につきましては別途スクエア社の方での発表となります。はい、では記者の皆さん前の方でお写真撮っていただきたいと思います。バルーンなど佐賀県を代表するコラボレーションしたものでありまして、もちろんですが佐賀シリーズのマンホールは日本初、そしてドットキャラクター、これドットキャラクターのマンホールは世界で初めてということを確認しております。
でありまして、はい、これ残りの6枚ですけれども、あ、まずこれポルカーはこの佐賀駅南口に設置いたします。で、残りの6箇所につきはこの辺りということでありまして、後日発表させていただきまして、10月下旬になりますとちょうど佐賀駅から南側県庁に向けて7つのこの土間坂のマンホールがお披露目するということで、またこれは一つの佐賀県のポイントになって、滞在ポイントになるんじゃないかということで期待しております。はい、ではマンホールの方を退場させてください。ありがとうございました。じゃあ続きまして、はい、佐賀と佐賀の関係を生かしてこれからも勉強を目指していきたいと思います。なおこのマンホールにつきましては、日の出水道株式会社の佐賀工場で、行われています。佐賀県内の企業を使って工場を使って、製作もしていただいているということも我々にとってありがたいことであります。はい、で続きまして、医師定着のための佐賀と佐賀ドクター S プロジェクトに取り組んでおります。はい、医師不足というかですね、その中でもちょっと顕著なのがこの若手医師の層が薄いということで、県内定着をしたいというプロジェクトなのです。でちなみに佐賀大学の医学部の女性比率というのは全国で1、2を常に争っているような女性の多い形になっていますので、半分は女性医師なんですけれども、の卵なんですけれども、そういう皆さん方にいかに佐賀県に残ってもらうのかというのが我々の急務ということになっています。特にここがこう減ってしまいますからですね、はい、ということで我々として取り組むべきこととして、これから3つの S ということでドクター S プロジェクトを展開したい。1つはスピリットですね。佐賀県はご案内の通り東大医学部発祥のもとだったり、医学医師免許を作った土地であったり、最初に天然痘の人を追ったりとかですね、さまざま医学の明け物の土地なわけですから、そういうところの志をしっかりと植え付けさせていただくということと、これ特に女性も多いので、さまざまな医師の活動をサポートもする、学ぶ働く暮らすをサポートできるような体制も完備させていただかなければいけないと思っています。それからサティスファクション、働きやすく働きがいのある医療機関へということで、みんなが働きたいと思うような環境改善も推進していくということで、こういう3つのことを S をやることによってセトルメントという定着を図っていこうというプロジェクトです。はい、ということでキックオフを働きやすい病院作ろうフォーラムということで、みんなで考えていくということで、9月の4日の4時半から、はい、レイシュさんをお招きして、病院長さん、それから子育て経験のある女性医師さん、さまざまな皆さん方、そしてウェブ視聴もできるようになっておりますので、みんなで、佐賀県の働きやすい病院づくりについて盛り上げていきたいと思います。はい、それから医師、医療の志を、医師、医療の道を目指す若者の志を醸成しようということで、自治医科大学と佐賀大学医学部の医学科合同進学説明会ということで、現役医師さんの熱血講演なども通じまして、医者のリアルな魅力を体感していただこうということで、医学部を進学を検討している受験生と保護者の皆さん方に、この医学の世界というものを紹介して、もう早い段階から佐賀県の医者なんだということに対して強い思いを持てるような、そういうプログラムにしていきたいと思っています。はい、医師を、医の志を未来につなぐために大阪で頑張っていきたいと思います。続きまして、ここでお知らせですけれども、今新型コロナの問題で、感染の懸念から受診をためらっている方がおられます。いわゆる健康リスクからあなたや家族を守るためにお願いがあります。まず診療です。
受診控えで症状が悪化することがあります。コロナがあるから病院手控えるということではなくて、もっと強いリスクもありますから、気になる症状がある場合には早めの受診が必要です。それから予防接種につきましても、適切な時期に接種することが有効です。決まった時期に接種に行かないと、さまざまな風疹とかいろんなものありますけれども、言っていただかないと、コロナを恐れるがあまりに予防できるはずの病気にかかるということになってしまいますから、そこについての意識をぜひお願いしたいと思います。それからがん検診、こちらの方も検診でがんが見つかった方8割は早期発見です。何度も申し上げますが、私も早期発見で助かった一人です。もうぜひ症状が出てからだとですね、もう本当に厳しくなってまいりますので、定期的な検診が重要になってまいります。ぜひ早期発見させてください。なので、このコロナウイルスという状況であってもしっかりとがん検診に行っていただくように心からお願いしたいと思います。医療機関は本当に感染防止対策に努めています。佐賀県、今まで状況を見ていただくと分かると思いますように、しっかり対応ができていて、院内感染も起きていない、しっかりやっておりますので、県もその取り組みをこれからも支援していきたいと思いますので、感染防止対策に努めながら適切なタイミングで診療、予防接種、がん検診受けていただいて、自分や家族の大切な命を守っていただきたいと思います。よろしくお願いします。もう一丁、国勢調査2020始まります。はい、国勢調査はちょうど2020年で開始から100年経ちました。これが佐賀県の人口の推移でありまして、この話をするといつも思うんですが、この昭和40年というのは私の生まれた年です。87万2000人ですけど、ちょうど佐賀県より下に滋賀県と奈良県がいて、同じぐらいの人口だったんだけれども、彼らはもう140万ぐらいになってしまってですね、佐賀県は今ちょうど下がってはいるけれども、なんとか下がり止まりみたいな形で鈍化をしていて、先だって、山梨県を重機人口で抜いたんで、今度の国庁も上に立ってるんじゃないかなと期待しておりますけど、そんな感じで、ここからなんとかここから反転をするような形で、これから佐賀県を盛り上げていきたいと思っているわけなんですが、そのためにもこの国勢調査というのはとても大事であります。ここにありますように、議員さんの人口であれ割りますから、国会議員だとか県会議員とか、それからさまざまな行政政策の基礎資料としても重要でありますし、教育民間など広範囲な分野でも利用させすることになりますし、そもそも我々県の財政からしてみても、一人の人口というのが交付税とかさまざまな跳ね返ってくるような形になっているので、しっかりと県にお住まいになっている方の実態を把握するということはとても大事でありますし、佐賀県で言えば大隈重信公は統計に関心が高くて統計博とも呼ばれていました。やはり国政という言葉を用いてその統計の重要性を訴えたのは大隈さんということで、初代統計委員長にも就任しているということも豆知識として知っていただきたいと思うし、やはり全てのこれからの政策の元になるのはこういった統計なのでありまして、ぜひ県民の皆さん方に統計調査にご協力いただきたいということであります。はい、で10月1日現在で、調査を行うわけでありますが、調査事項はご覧の通りです。で今回のポイントはですね、調査員が各世帯を訪問して調査書類を配布するわけですけれども、こういう今年はコロナの年でもあるので、インターネットの回答機関がまずありますから、ネットで回答できる方はネットで回答していただく方を推奨ということであります。それでもなかなかネット環境になかったり、なかなか取り扱いが難しいなと思われる方は、調査票での回答期間もありますので、その場合については郵送か調査員に手渡していただくということになります。改めてウィズコロナ時代の国勢調査ということでありますが、調査員を訪問するわけですけれども、もちろん発熱などの症状があれば
捜査活動は中断いたします。そしてできる限りインターホン越しで行います。で、対面での説明の場合はマスク着用だとか距離を保つとか、そういったことをしっかり徹底して調査に当たります。そしてスマホ、パソコンで回答できるということで、先ほど申し上げたようにインターネットでのご回答ができる方はお願いしたいというふうに思っています。ID アクセスキーは調査員が配布する調査書類に記載されているということでありまして、まあ、今年は非常にこのコロナ禍での国勢調査ということで厳しいところもありますけれども、みんなで気持ちを一つにして協力していきたいと思います。感染の不安を極力減らして安全安心な調査を行わせてください。はい、今を知るその積み重ねが未来を作ります。詐欺不審の調査にご注意ください。ということで、今日ちょっと若干多かったですけれども、こう新型コロナウイルスの中でありますが、一つになって、チームサガ、オールサガで乗り越えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは質問をお受けしたいと思います。幹事社さん、よろしくお願いします。幹事社の佐賀新聞から質問をします。昨年8月28日未明に記録的大雨を記録した佐賀豪雨から間もなく1年を迎えます。知事は教訓化ということを強調してこられましたが、その点を踏まえこの1年間の総括をお願いします。はい、もう1年経ったのかなと思いますけれども、まあ、総じて言いますと関係者が連携して、全力で駆け抜けたという感じを持っています。そして30年前教訓化できてなかったという我々の反省に立って、今度こそしっかり教訓化しようということでありました。災害対策本部も20回、そして復旧復興推進本部も17回ということで、その状況に応じた対応をさせていただいて、まあ、復旧工事と一定期間がどうしても要するものであります。まあ、これが今まだ、懸案として残っているわけだけれども、まあ、これどうしても一定期間がかかるものだ、まあ、ダムを作るとか、砂防ダムを作るとかですね。ですが、それを除いてはおおむね完了していると認識しています。順次これまで作業をさせていただきましたし、住宅の応急修理は7月で完了しております。そして農地につきましても6月中旬の田植えから順次営農が開始されているということ、そして何よりも教訓化したかった鉄工場の油流出の問題ですけれども、みんなの協力のもとで6月24日に防災訓練が実施できたということ、でこうしたさまざまな今回の蓄積をしっかりと後世に残していく。でこれから激突時代事業も始まりますけれども、ワンパッケージにして今度こそ10年後、20年後、30年後、50年後、いつになるかわからないけれども、あの時があったから今回は対応できたというふうになるように強い気持ちで取り組んでいきたいと思います。ちょっと待ってください。先ほど重機人口で山梨県が抜いたという発言は重機人口ではなくて推計人口で抜いたということであります。訂正してお申し上げたいと思います。はい、では栗林さん、お願いします。佐賀空港へのオスプレイ配備計画についてお尋ねします。8月24日、知事が防衛省からの要請の受け入れを表明して2年が経ちました。この2年間のお願いします。まあ、そうですね、一つ一つ丁寧にやってきたというふうに思っています。まあ、改めて、当初計画の全体像、将来像を明確化してほしいといったところから、さまざまな分野についての確認検定を行って全面整理を公表して、県議会でのさまざまな議論、そして決議、そして我々としての判断という形になりました。で、我々の思いについての漁協への説明、そして十五支所への説明ということで、まあ、ノリの漁期というものがある中で、そうしたことに配慮し、一つ一つ丁寧に対応をさせていただきました。まあ、現状におきまして、今漁協の中で検討がなされている、まあ、もう
直近で言いますと豪雨の漂着ごみの問題だとか早津川の堆積土砂の問題があって、もう直ちにというわけにはいかないけれども、その中でも漁協は真摯に検討をしていただいていると認識しておりますので、まあ、そういったことを受けて、これからもしっかり一つ一つ丁寧に取り組んでいきたいと思っています。関連ですが、まもなく9月になれば、また乗り業期に入り、半年間トレーニングをするわけですが、知事はまた乗り業期に関しても配慮するお考えですか？この今後の見通しについて聞かせてください。今、鋭意ですね、今、組合長さんが西久保さんに代わって、さまざまなところについての打ち合わせをさまざまな観点から今、させていただいているところです。まあ、そうした調整の中で、これからの流れというか、漁協内の検討の動きといったところも見えてくるんじゃないのかなと思います。今度は九州新幹線長崎ルートの新都市武雄温泉間についてお尋ねします。長崎県の関係者、知事や議会、経済界が本日、明日と官邸や自民党本部、公明党、国交省などを回って2023年度着工の要望活動を実施しています。また自民党の佐賀県議団もフル規格を想定して議論を進めるといった決まり事をしました。こういったことについて知事の所感を聞かせてください。まず長崎県さんが要望活動していることに関しましては、なんか何としてもというような形でやっているというふうに作文しておりますけれども、佐賀県の思いについて一顧だにせず、そういう突っ走る行動をしていることについては不快に思っております。それともう一点の佐賀県議会についてですが、これはさまざまな意見が あるわけでありまして、県議会は県議会として、今定員38人、30の37か、その中で、それぞれの思いというものが議論が戦わされて、その中で、この問題についてのさまざまな議論がなされるということはいいことだと思います。ただ見出しにあるようになんかフル前提にということでフルの方に行っているというふうな報告は出ておりません。その新幹線関連なんですけれども、すべての政治方式で環境アセスを行うという国交省 その提案を拒否されて、国はその予算組の問題で2023年度までの着工は困難になったというふうなことをおっしゃっているようですが、その受け止めとですね、それから国とその考えが平行線の状態がずっと続いているわけですけども、今後の協議というのはどういう形になっていくのかというところをちょっと教えていただければと思います。佐賀県の思いというのはもう守備一貫して全くぶれてないわけです。ですので、その我々の考え方というものについて、これから協議の場というものはセットされたわけだから、ただ我々は少なくとも今直ちに、スーパー特急だとかフリーゲージ、スピードを出さないフリーゲージだとかリレー方式ということについてはその調整についてはもうすぐにでも乗り出す準備ができているわけで、ただ残りの2つについては基本的には了解できる環境にないので、全くそういうつもりはないので、長期間検討するということであればしっかり論点を出してということなのでね。ですからそういった中で、お互い協議をしていくということなんだけれども、少なくとも私はもう連れて行っているように西武新幹線は地元が同意があってみんなでやりたいということがまず前提に立つべきだと思っているので、これまでも、ずっといろんな合意をしてきたのは長崎県さんと佐賀県とそして JR が合意をして、で与党に話を持っていったということですよ。ですから今回そういう構図ではないので、少なくとも我々としての考え方というもの、その前提がないわけだから、そこについての問題点があると思うし、与党の中で、今思えば与党の協議の中で
かりと佐賀県の主張というものが、我々はしたわけだけれども、もっと国会議員の中で議論がなされていたらよかったなと思います。それから新型コロナ関連なんですけれども、全国知事会の方でですね、47都道府県の不足額が、5000億円に上るというその調査結果を明らかにして、予備費も活用して増額を求めるという、提言を近く政府に提出するというふうなことだと思うんですけれども、知事もそういうふうな、不足しているという認識なのかどうかというところと、不足をその感じていらっしゃるのであれば、どういう点をその支援する上で足りないというふうに感じていらっしゃるのかというところをちょっと教えていただければと思います。そうですね、この問題非常に難しくて、今特に第2波になりますと重症化がなかなか起きていないという中で、これ後ほど申し上げるけど国全体としてのこれ対応というスタンスというものがポイントになってくるんだけれども、そうした中でどこまでこの経済対策というものを打っていくのかというのは、それと感染症対策とセットで議論しなければいけない話なので、これからどれだけこれを積み上がっていくのかっていうところの論点があるのと、やはり一番危惧しているのは病院の問題で、やはり先ほどコロナの関係で経営状態が非常に厳しくなっているというところについて、今後も予断を許さない中で、そういったところについてということが私の不安なところであります。ただその5000億についてはいつも申し上げているように濃淡があって、都道府県ごとにそういったところを積み上げたものかというふうに推理をしますけれども、佐賀県としてみると今までのところ国のその財政的な対応については我々の主張に対して、しっかり対応していただいているというふうに認識しています。で、今後の問題として今気にしているのは、先ほど申し上げた国としての対応、国としてこの新型コロナウイルスにどう立ち向かっていくのかということで、今ちょうどこれ二類感染症ということになっていて、リアル入院措置とセットになっているんですよね。で、これがどういうこのままずっとこうやっていくのかどうかも含めた、こういうことに関して国として、コロナとその対抗するこのスタンス、どう戦っていくのかというところについて、しっかり打ち出していただきたいと思うことと、それから今度は総理の会見もあるというふうに聞いてますけれども、例えば話になるか私も知りませんけれども、ぜひ現場のことも考えていただきたいとは思います。学校の休業の時に非常に我々もですね、確か金曜の夜だったんですかね、で月曜日だなって言われてとても対応できなくてということもあったので、さまざま現場で起きていることも踏まえながら、しっかりとこう国としての打ち出しをしていただくということを求めておきたいと思います。松田さん、お願いします。はい、質問ある方挙手お願いします。じゃあ由美さん。佐賀テレビの由美と申します。新型コロナウイルスの県としての情報開示に関する質問です。日頃のレクでですね、感染者や接触の仕方などについて質問してもですね、公表を控えると言ってお答えいただけないということがよくあります。例えばですね、複数人の感染者が出た会社の所在地は県内とまでは言えるけど市町までは言えないとか、学生とまでは言えるけど大学生なのか専門学校生なのかは言えないとか、カラオケがある飲食店とは言えるけどそれがスナックなのかどういう業種なのかは言えないとか、その公表しない理由として言われるのはですね、それは感染拡大の防止に関係ないからと言われるんですね。これですね、感染拡大の防止っていうことについて、その感染拡大防止に関係する情報とそうでない情報というのはどういう基準なのかというのをご説明いただけますでしょうか。このね、基準って非常に難しくて、感染防止予防のために必要な情報を出すっていうことは分かります。僕らがいつも気にしているのはその反対側に、それを出すことによって、やっぱり誹謗中傷というか、そこを探し出して、それがネット上に広
動化することによって、また別の、なんて言うんでしょうか、ダメージを県民が受けるということについて、それは非常に我々にとってお互い不幸なことだと思っています。ですので、そこ僕らとすると目的は感染防止なんで、そのために必要な情報をどのような形でというのは、これかなり苦しんでいます。で、私もこの220何件について一つ一つ全部こう追ってるわけだけれども、私は分かっています。すぐこの結びついている、この今回例えば昨日出たのはこの中の この方だっていうのは、ただそれをじゃあ全て例えば出すということになると、もう多くの人たちがそこに対して殺到したこう、コメントを出されるということになるので、これ難しいなって思いました。それともう一つは具体的にさまざまなスナックさんとかが公表していただくことがあります。もう本当に我々それはありがたくて、むしろそういったところを応援しなければいけないと思いますけれども、やはりそれでもみんなもう分かってしまっているけれども、あえて県から出さないでって言われることもあります。それは、もうみんな知っているけれども、ある程度ね、地元ではだけども、それを出すことによってずっとこれから先ダメージを受け続けるから勘弁してくれっていう方もおられたり、もうそれが発表されるならもうこれ以上しゃべらないっていう方がおられたりとか、まあそういうギリギリの中で僕らマンツーマンディフェンスをしております。ですので東京さんの公表の仕方なんかと比べていただいたら分かると思いますけれども、佐賀県はできる限り感染防止対策になるような形で、情報を出せるように努力はしています。ただ個人情報につながりやすいというこの佐賀県のある意味いい面でもあるんだろうけれども、悪い面でもある、こういう地域のつながり深さというところも考えながらギリギリの判断をしているということを分かっていただきたいなと思っています。はい、他ありましたらお願いします。朝日新聞です。今の質問に関連するんですけども、コロナに感染した方の公表のあり方についてです。児童生徒が感染した場合に施設名を連絡してほしいと先日 GM20 日でも意見があったと思うんですけども、これに関して、知事はその時考えさせてほしいと、一人歩きする可能性もあるのでとおっしゃってましたけども、今、結論というのは出たんでしょうか。施設名、はい、学校名を、自治体の方に連絡してほしいと。そこは連絡しています。連絡しているけれども、それを表に公表するかどうかまで別に、で具体的には今度の学校のことに関してもどこの学校で、こういうことだっていうことについて共有しています。で、すみません、それで、昨日の例の場合ですと、学校名が公表はされなかったじゃないですか。でその後に鳥栖市の教育委員会が発表されたと思うんですけど、その辺のなんかこう食い違いというのはどう説明されるんですか。そこは先ほど、話したところにも関連するんだけども、それをある程度みんな分かってるわけです。だって休校してるわけだから、それをあえて言うかっていう話だと思います。だから それはね、この公表の仕方って非常に難しくって、我々も悩みながらやっています。そして皆さんも分かってると思うけど、一律の基準がビーってそのまま第1例目から通じてるわけではなくて、僕らは僕らですごく逡巡しながら悩みながらどうあるべきなのかって議論しているので、だからこれ答えはないのかもしれない。だからぜひ皆さん方もそういう問題意識を言っていただいて、どういうあり方がいいのかということを一緒に考えていただきたいなと思っています。今回はだからあえて我々としてその学校名を挙げることはしなかった。それはやはり SNS なので無用に広がっていくということにどれだけの意味があるかと考える。何市かっていう点も同じですか。その何市で感染したかっていうその点も同じ。県内の学校で発表で何市の学校かっていう発表はなかったじゃないですか。その点も同じようにこう特定につながるか、そこはだからそれはなんか本当にどっちもあるんでしょうね。どっちがいいですかね。ですから今住所地でしょ。だから住所地ということに関してもこの前の本部会議でも佐賀市民というところが出てるけど、実際の発症源は沖市の可能性が強かったりする場合って、これどう皆さんにこうミスリードになってないかっていうことも心配するわけですよね。で
じゃあ全て全部をオープンにするっていうのは極めて、先ほど言った誹謗中傷の関係で、厳しいので、だからそこのあり方っていうのはどうなのかなと思います。そこの少なくとも何しの学校かっていうところについては両方あるのかもしれない。はい、時間予定した時間になってます。他ありましたら NHK のオフィス、オスプレイに関連して昨日、佐賀市の秀島市長がですね、県と漁協の、自衛隊共有しないという覚書を仮にそれを見直した後としても、佐賀市にも説明が必要なんだというようなことをおっしゃってますが、そういう地元自治体佐賀市ですとか、川沿いですとか、そういったところとどういうふうに対応していくのか、例えば漁協が等の公表が済んだらどっちに説明に行ったりするのかとか、そういったこう地元への捉え方というのを教えてください。あともう一点、副題別なんですが、コロナの中で、今コロナというのは入手感染症になっていて、まあ、入院訴訟になっているこのままやっていくのかという発言があったかと思いますが、これ入手感染症だと、まあ、入院強制入院に措置入院になるので、この2種はやめた方がいい、3種にするとか、指定感染症のあり方というのを問われているということでしょうか。お願いします。まず1点目ですが、オスプレイの関係で、地元市とか住民との関係ですよね。我々とすると、まずこの覚書の相手先が有明海漁業だということ、それから地権者が漁協さんなんです。ですので、もう僕かねてから申し上げているように、これ漁協さんが覚書の改定と、それから土地を売るということが実現しないとそもそも成り立たない話ですので、我々とすると、まず県の考え方は発表したので、漁協さんに対してどうされますかと、我々はこう考えるけれどもという今ことをやっている。で、当然そこで、話がまとまったり、まとまった段階ではこれは間違いなく、この今度は地元の自治体だとか住民の皆さん方と話をしていくということになるわけで、またそこのそもそもの覚書の相手先さんとの話もついてない中で、もうその決まったことみたいな形でこう話をしていくということは、それ手順が違うんじゃないのかなと思っているということで、まあ、ここは市長さんともその辺の感覚は同じじゃないかなと私は思ってますけれども、1点目。2点目は、私がこの感染症の問題に対して、2類からどうだということを、申し上げる知見は持ち合わせていない。ただ結局これ全てそういう今入院措置を我々はしていただいています。だから、佐賀県は全ての方々が病院かホテルに行っていただいている状態と。ところが東京や大阪や福岡さんは自宅療養ということが可能になっているわけですから、そういう取り扱いということについて、どうなんだろう、この第2波に関して見ると重症化がしないという中で、どういう方向性でこのコロナに向き合っていくのかということ、そして今の非常に経済情勢がこういう状況の中で、その辺のこうスタンスというか、それはぜひこれ国の責務、もう世界、まあ、日本中の世界中のね、感染症の知見を合わせて、その中で日本はこうやって戦っていくんだというところについて大きな大方針を示していただくというのは、これはもうぜひ国に求められる責務だから、そこが定まっていくと、その中であとは今度は自治体がその大方針の中で、経済対策とか、先ほどGoTo トラベルとか、ああいうやつについてはしっかり我々の方で責任を持って対応するのでという形が取れないかなということを申し上げたので、私として、その感染症についての知見でこうあるべきといったわけではございません。はい、そしたらあと2人ぐらいに、じゃあ西村さん。西村氏の金子です。オスプレイのことについて、お尋ねします。先ほど、9月から海苔漁が始まるので、今期は配慮されるかという質問に対しては、まずは漁協の動きを見られるというお答えだったと思うんですけれども、議論するかどうかの主体は漁協なので、その漁協の動きを見られるということだと思うんですけれども、場合によっては知事がまた議論を促すような行動をされるということなんでしょうか。
先ほどお話ししたように今ノリ寮の前で、日々いろんな打ち合わせをこれ事務的にもさせていただいているので、その中で、どういうふうな形になっていくのかっていうところが一日一日今積み重ねているところなので、その状況に応じて、さまざまな対応が出てくるということだと思います。ですね、配慮する配慮しないということに関しては どちらとも言えないという、まあ、でもお互いそこは意識しながら今さまざまな打ち合わせをしているので、まあ、どういった形で、どういう武器を迎えることになるのかっていうことにも含めてね、今打ち合わせをしています。はい、山田さん、はい、すみません、読売新聞です。コクスポの関係でお尋ねします。今24年に開催予定、本来開催予定の滋賀県の方で調整が行われていますが、大津市長が延期に反対していたり、滋賀県知事も判断に時間が必要と言っている状況で、この調整が長引くと佐賀県もなかなか24年開催に向けて走り出しづらくなると思うんですけど、現状どう見ておられますか。これはもう本当につかさでどう判断行動するかということだと思います。佐賀県は佐賀県としての考えを示しました。これは国スポ協会とスポーツ庁との要請を受けて、でなんか聞くと宮崎県もなんか了解したというふうに聞いています。ですからちょうど今日滋賀県同じチームがスポーツ庁と国スポ協会が言ってると思いますけれども、まさに国の方でね、それぞれどうするのかっていうところを対応していただく話だと思うので、まあ、そういったところを見せて判断することになると思いますけれども、決まっていくことになると思いますけれども、まあ、もう少し時間、その状況の推移を見守っていきたいと思います。はい、それでは以上をもちまして、知事の記者会見を終わります。ありがとうございました。